キャロル・キング、キャロル・キング、キャロル・キング。1942年2月9日帯は、アメリカ合衆国出身の女性シンガー・ソングライター。16歳でデビューし、挫折を味わいながらも30歳を過ぎた1970年代に、大きく開花。母国の代表的歌手に上り詰めた。1972年2013年度、グラミー賞受賞。1990年。 ロックの殿堂入り、2015年度、ケネディセンター名誉賞受賞。本名キャロル・ジョーン・クライン、カロル・ジョーン・クラン。ニューヨーク市、ブルックリン生まれ、1958年に歌手デビュー。一人目の夫、ジェリー・ゴフィンとの間に生まれた長女のルイーズ・フィンも、シンガーソングライターとして活動している。離婚歴2回、最初の夫は、ジェリー・ゴフィン、二番目の夫は、 ベーシストのチャールズ・ラーキー。1977年には三人目の夫となる、リック・エバーズと結婚したが、翌年、リックの麻薬化により死別している。ニール・セダカのヒット曲、オー・キャロルは、キャロル・キングのことを歌ったもので、お返しに彼女は、アンサーソング、オー・ニールを発表したエピソードがある。大学生時代に、ポール・サイモンから、デモテープの作り方を教わった彼女は、 自分で作ったデモテープを売り込み、1958年に ABC パラマウントレコードからシングルデビュー。しかしながら、その後 ABC や RCA などに残した4作のシングルはいずれも失敗に終わり、一旦歌手としてのキャリアは頓挫することとなる。1960年代には、当時の夫、ジェリー・コフィントのソングライターコンビで、ロコモーション、Will You Love Me Tomorrow? オーアウェイリトルガール、ワン、フィンデー、アップオンザルーフなど、後々まで歌い継がれている数々の作品を生み出した。1960年から1963年にかけての3年間で、二人は延べ20曲余りの全米トップ40ヒットを送り出している。彼女自身もシンガーソングライターとして1曲だけ1962年に、 It Might as well, Rain Until September により、全米チャート22位、全英シングルチャート3位を記録している。しかし、飛ぶ鳥を落とすような勢いもビートルズの全米進出を機に陰りを見せ始め、仕事上の不和がプライベートにまで影響を及ぼしたらしく、1968年に5品取り婚、仕事上では、その後もたびたびパートナー関係を続けている。 1968年、ダニー・コーチマー、チャールズ・ラー・キーラと座敷というグループを結成し、アルバム、夢語りを発表。1970年代に入ってからは、シンガーソングライターとしての活動に本腰を入れ、1970年に、アルバム、ライターで、再び、ソロデビュー。翌1971年のソロアルバム、つづれおり、タペストリーは、 全米アルバムチャートで15週連続1位、その後も302週連続でトップ100に止まるロングセラーとなり、グラミー賞でも4部門制覇、現在まで約2200万枚を売り上げている。先行シングル、It's Too Late は全米シングルチャートで5週連続1位、年間チャートでは第3位を記録。ジェームス・テイラーが収録曲、君の友達をカバーし、 シングルチャート1位を獲得している。その後も、アルバム、ミュージック、喜びに包まれて、シングル、ジャズマンなど、順調にヒットを連発。1970年代前半から中期を代表するヒットメーカーの一人となり、二つの年代にわたって、天下を取った。また、つづれ折りが大ヒット中の1972年には、逸話真由美のデビューアルバム、 少女の制作をサポート。その後、1974年までの3年間、逸話真ユミのアルバム3作品を手掛けたことでも、知らている。1977年に、キャピトルレコードに移籍後の最初のアルバム、シンプルシングス、シンプルシングスもゴールドディスクを獲得。しかし、それ以後これといった大きなヒットはなく、今に至っている。 1990年には初の来日公演が実現し、ジェリー・コフィンと連名でロックの殿堂入りも果たした。1990年代以降は映画主題歌やセリーヌ・デオン、ザ・ウィルソンズなどへの曲提供などマイペースで音楽活動を継続し、2作のオリジナルアルバムと1枚のライブアルバムを発売。2004年にはリビングルームツアーと題した。 北米コンサートツアーを行い、翌年には同ツアーの音源を記録したライブ版が発売され、なかなかの好評を集めている。1996年には、自らの反省をモデルにした架空電気映画、グレース・オブ・マイ・ハートが公開された。劇中曲をオファーされたが断っている。2007年11月、キッコーマン北米進出50周年記念イベントの一環で、 1990年以来17年振りの来日公演が実現。メアリー・ジェブライジ、ブラック、アイド・ピーズのファーギーと共演した。13日の日本武道館公演が、2008年4月11日 NHK 武士にて放映された。2013年2月、長年の音楽界の功績によりグラミー賞の功労賞を受けた。同年3月には女性作曲家として 初のが主ン賞受賞者となった。2013年には彼女の半生をその名曲と共に描いたミュージカル、ビューティフルがサンフランシスコで上演。2014年にグロードウェイ公演を行うと、トニー賞主演女優賞をはじめ、グラミー賞やローレンス・オリビエ賞を受賞するなど好評を博し、ロンドン公演や全米ツアーも行われ、各地でロングラン公演が続けられている。 日本でも2017年7から8月に帝国劇場でキャロル役を水木奈々と平原綾香のダブルキャストで上演された。2015年長年の業績を評価され母国の栄誉であるケネディセンター名誉賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。